日本への上陸台風が最も多かった2004年の台風の経路図台風、銀座とは台風の接近、通過あるいは上陸が多く被害を受けやすい地域のこと。いわゆる台風の常習地域である。気象庁で定義されている言葉ではないが、一般的には前述のような意味で使われている。台風の影響を受けやすい日本やフィリピンなどの国を台風、銀座と呼ぶことがある。 日本において、抗義で、台風、銀座といった場合、沖縄地方、九州地方、四国地方から、近畿地方南部にかけてを指すことが多い。ただし、競技で、台風、銀座と呼ばれている地域も存在する。例えば、沖縄県の宮古島や鹿児島県の枕崎市、高知県の室戸岬や和歌山県の潮の岬などは、日本でも、 有数の典型的な台風銀座であり、台風の位置を示す指標にされることが多いほか、記録的な被害を残し固有名詞が付けられた過去の台風において、その台風の上陸地点ないし通過地点にちなんだ名称にされていることも多い。日本屈指の台風銀座である、鹿児島県に上陸する台風統計史上、台風の上陸数が多い都道府県を以下に示す。沖縄県は、 全国でも特に台風の影響を受けているが、台風の中心が沖縄県の島々を通過したとしても、それは気象庁が定義する上陸には当てはまらないため、以下の順位には含めていない。上陸台風の数が最も多いのは、九州地方南部に位置する鹿児島県で41個、ついで四国の高知県で26個。 3番目が、紀伊半島の和歌山県で24個となっている。日本で一番台風の上陸が多い鹿児島県は、専門家から日本有数の台風銀座の鹿児島県と言われている。ありがとうございます。